皆さんこんにちは、岩佐徹です。私の職業は編集者でありクリエイティブディレクターなんですが、他の方と少し違っているのは、今から20年前東京の日本橋から新潟県南魚沼市に会社を丸ごと移転、そして私自身が移住したことだと思います。そして10年前この地域を表現するショールームとして、そしてリアルメディアとしての宿泊施設里山十条を開業しました。里山十条で特に力を入れているのは、この新潟南魚沼の風土文化歴史を表現したローカルガストロノミーで、料理を通じて素晴らしい南魚沼の文化を知ってもらえればと思っています。その後滋賀県大津市に甲大津百町、神奈川県箱根町に箱根本箱、そして昨年には長野県松本市に松本十条をオープンしました。この4施設すべてが地域を表現するリアルメディアです。箱根以外はマイナーな場所ばかりですが、日本に来た際にはぜひ遊びに来てください。皆さんよろしくお願いします。